こんばんは、アロー78です。今日は6月の10日の土曜日、早朝今3時半ですね。ちょっと今違う動画の編集やってたらもうこんな時間になってしまいました。で、どうしてもね、ちょっと今日1本、アロー78チャンネルにアップをしたくて今撮ってる次第であります。というか最近ね、動画が全然アップできなくて、本当にもし楽しみにしている方いたらすいませんでした。ちょさっきもね、ツイッターの方でね、アップしてほしいなって言われたんですけど、負のスパイラルに巻かれてしまいました。すいません。こないだ名古屋のね、お友達のマニアさん家行ってきて、帰ってきて、まあお魚入れたりして、あ、ジュリパリ元気ですよ、とても。すげえ水槽品、なんか誰からももう攻撃されないし、怪我も治ったし、いい感じです。雰囲気、なんか一匹だけなんか和やかなやつが一匹だけいるなって感じです。で、それで先光とかね、大量にもらって餌やったんですけど、ちょっと調子こいて先光あげすぎちゃって、で、しかもその前にダトニアがね、調子崩してるでかい方が今とっても元気なんですけど、で、まあ遠慮してたんですけど、遠慮したりしたせいか、ろ過層のバランスっていうか、ろ過層のね、バクテリアがちょっと低下してしまって、ろ過能力が、ですんごいそこから水汚れて、めちゃめちゃその人工飼料も大量に入れたのが久しぶりだったから、すんごい汚れちゃって水槽が。で、まあもちろん足尾さんとかもには出てなかったんですけど、しっかり測ってたんですけど、毎日で、あ、水槽を磨かなきゃな、水替えなきゃなとかやってても、なかなかちょっと綺麗にならなくて、餌とかにやってたりしてたんですけど、で、最近もっと早く磨く予定だったんですけど、なかなか磨くこともできず、で、ようやく昨日か、昨日午前中磨いて、ほぼ1日、だから1日半くらいですね、経って、水もまだね、別に特に切れてはないんですけど、まあ、ちょっと今日、ある話のね、ちょっと親戚の、ほら、錦鯉の養殖をね、ブリードやってて、で、ちょっとね、手伝い来ないかって言われて、ちょっと手伝い行って、で、それで、まあ、西郷のね、その稚魚、まあ、稚魚ってことじゃない、恋子か、恋子もらってきて、今からね、それをちょっと与えたいと思います。本当はもっと明日ぐらいに与えたかったんですけど、たくさんもらいすぎちゃって、その60センチ以上にキープしてるのが、もう恋ちょっと多すぎちゃって、早く減らしたいなと思って、もう今日中に餌にしてしまおうという魂胆です。で、もう本当にね、動画もいっぱい取りたまってて、編集しなきゃいけないんですけど、今日の動画を撮ることは簡単なんですけど、編集することが大変で、どんどんそのパソコンとか携帯にどんどん動画が溜まってって、日がたっ、あ、ちょっと大変だなと思って、ちょっとなんだろう、自分の中で蓋をしてるじゃないけど、なんか本当に封印してたら、どんどん開けるのがどんどんもう難しくなってきて、どうやって編集していったらいいかなとか、今すごいちょっと億劫というかなっちゃいました。でも、なんとかちょっとやりたいなと思ってるんですけど、ちょっとまああんまりね、凝らないでちょっと簡単にやって、スポンスポンちょっとアップできて、現代に追いつけたらいいなと思ってるんですけど、まあちょっとまた明日に、今日土曜日で、明日日曜日でちょっとね、地元の消防団の飲み会とかあったりして、またちょっといろいろ時間がないんですけど、なんとかちょっとやっていこうかなと思います。ちなみにまだ、熱帯魚とかね、あれから熱帯魚自体は1匹も落ちていません。ちゃんと元気に人間いってます。だけどストックしてた錦鯉だけちょっとね、庭に出したら死んじゃって、最近すげえショックでした。その前からストックし、自分でちゃんとこれは飼いたいと思った錦鯉ね、ちょっと60センチ以上ずっとキープしてて、6月になったしいいかなと思って外出したんですけど、死んでしまってとってもショックでした。なんかやっぱ結構水の変化に弱いみたいで、で、60センチ以上ね、ろ過効いた水からちょっとね、外の硬い、ちょっと水、浸水垂れ流しだったんですけど、その硬い水に入ったり、その昼間と夜の温度差もすごいあったし、なんかそういうのちょっと弱いみたいです、やっぱ鯉ってすごく。で、お気に入りのね、3匹中のお気に入りの2匹が死んだっていうね、1匹はなぜか不思議に生きてるんですけどね、入れたタイミングもちょっと違うんですけど、1匹もスタート位置で一番早く入れたんですけど、そいつだけ生きてるんですよね。多分その日の気温のとか夜の変化があると思うんですよね。すみません、ちょっと錦鯉の話でちょっと脱線してしまったんですけど、ちょっと今から1800水槽に久しぶりに生き餌
今日もらった小湯を与えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで大量に錦鯉を入れてみましたが、ポリプがめっちゃ喜んでますね。ポリプ結構餌取るの下手なんですよね。なんかこのシーンを遊びに来た友達に見せると、うおーとかうわーとかすげー言うんですけど、自分はもう何ももうあんまり思わなくなってしまったっていう。ちなみにこの動画を見てしまった、方と思いますかね、視聴者さんは。まあ、正直やっぱその食べさせるのはね残酷だとかそういう意見もなんか一番自分は気にするんですけど、まあ、やっぱりその餌として、まあこの保育は違うけど、まあ本来小若とか金魚とか餌として食べられるように作られた魚とかもまあ実際いるし、だからって今これ保育をあげてることが正解とかその間違ってるとかそう言ってるつもりはないんですけど、とりあえず子育をあげればうちの魚は喜ぶかなっていう感じですかね。あとやっぱ子育ね、本当にアロワナもねよく食べるんですよ、うちのアロワナ子育。まあ普段あんまり餌食べてないからかもしれないですけど、てか水がねやっぱあんまり綺麗じゃないですね今日。本当はもう2、3日ちょっと待ちたかったんですけど、お、でも口の中に入ってるからね。でもやっぱさ頭から加えるとちゃんとアロワナしっかり濃く含めるからですよね。だとみの方もお腹いっぱいになっちゃったから、もうちょっとちっちゃいサイズだったんですね、よく言えば。とりあえず明日の動画は、明日の動画、そうね、その90センチ水槽にダトニオの、今銀鏡国なんですけど、90センチ水槽にダトニオ、フォーバーダトニオとかね購入して、その時のフォーバーダトニオとかリアルバンドで、ね、生エビからカーニバルに仕付けるぐらいまでの流れを撮ってあったんですけど、それをねちょっと編集してアップできたらいいなって話と、あとセパレーターをずっとしてこうシルバーアロワナとアルビノシルバーアロワナとダトニオたちセパレーターして飼育したんですけど、そのセパレーターを取った瞬間とか、それも2月とか3月の話なんですけど、3月だったかな、そういうのも動画撮ってあるんですけど、まだ編集できてないし、最近ね、その新業を迎え入れた話とか、ブラックアロワナの成長記録とか、全然ちょっとまだ編集できてないんで、ちょっとちゃっちゃと。やってしっかりアップして、で今ね本当にやりたいことが、例えばプレゼント企画とか、すごいまだ
やりたい企画すげえ自分の頭の中ではすげえいっぱい考えてるんですけど、全然行動が追いついてなかったんで、また同じようなこと何度も、あとのうち何度も同じようなこと何度もできてるなみたいな流れでまたなっちゃって残念なんですけど、とても、まあ、ちょっとできるだけ頑張りたいと思います。いや本当もうね、またね魚たちも痩せちゃったんですよね。こうやってろ過層の調子崩して、この間ねあれからあまり、そう、バクテリアをね、お材のバクテリアをつけるまでになんか半年かかるみたいな、そういう話もあるし、もう本当に立て直すのって大変だなって、そうそう、特にね1800水槽とかだと、もう本当奥行きで見ると、奥行きっていうか横から見ると濁ってればすぐ濁ってるなって見えちゃうし、まあ本当難しいことですけど、ちょっとなんか様子見てしっかりやっていきたいと思います。って言ってそばからちょっと今日餌やりすぎなんですけどね。でもなんかやっぱりちょっとずつ農家はしっかり強くなってきたような気がします。はい、編集もちょっと頑張ります。本当魚たちはねなんだかんだ言って理由つけてちょっと痩せさせちゃったんですけど、また飼育者のアロラの話はね、なんだかんだ言って食べ過ぎて太っちゃってるんで、そっちの方のダイエットのトレーニングも動画のアップロードも頑張っていきたいなって思った今日は6月10日でした。というわけで見ていただいた方ありがとうございました。またね、ちょっと最近また動画上げてなくてちょっとね、ほんと申し訳なかったんですけど、また見ていただければありがたいです。よろしくお願いします。それではアロラの話でした。おやすみなさい。